殿、はよっす。なんすかその冷め切った目。かわいそうだけどサイン券抜かれたら1枚10円で売られる CD なんだな。みたいな目で人を見るのやめてくれない？そうか、悪かった。ちょっと一悶着あって疲れててさ、つい本音を隠しきれなかった。次から気をつけるよ。マジっすか？でも隠すべきは今の発言の方ですよ。じゃ、今日も一日ご苦労さん。俺はネット越しにたくさんの仲間とちょっと世界を救ってくるわ。なあ、北口駅前が物騒だって前に言ってたけど、それ以外にヤバめなところって言えばどこだ？なんだい突然に。北口デパート並みにヤバめなスポットなんてそうそうねえぞ。強いて言うならあれか、伏塚の廃病院じゃねえか。2年前までヤンキーどもの集会場になってたものの、今じゃ誰も寄りつかなくなったっていう。伏塚って2駅隣のか。でも廃墟が物騒なのは当然というか、普通誰も寄りつかないだろ。いやだからさ、誰もいなくなったんだよ。ある日を境にパッタリと。そのヤンキーどもの姿がな、30人近い行方不明者ってことで今でも捜索願いが出されてる。ま、こっちは階段レベルの話で、北口みたいな暴力沙汰じゃねえけどな、今じゃ不老者も住み着かない行政の不良債権みたいな場所だよ。Thank you.
アキア、今朝から怒ったままだろうな。お帰りなさいませ、シキ様。ただいま、翡翠。わざわざ出迎えてくれてありがとう。はい、今夜は特別遅くなるとのことですので、ご夕食はシキ様をお一人で済ませ。何、翡翠。つかぬことをお伺いしますが、